はい、じゃあドラムの名前をお話ししていきます。まずざっくり全部言っちゃいます。スネアドラム、ハイタム、ロータム、フロアタム、バスドラムです。ハイハットシンバル、クラッシュシンバル、クラッシュシンバル、ライドシンバルになります。解説していきます。さっき順番でこっちから1位でしたんで、これからいきます。バスドラム、よく歌を歌う人で低音を扱う人ってバスってよく言うんですね。はい、そこから来てます。まあ、低音を扱うんでバスドラムですね。ベースドラムとも呼んだりします。で次スネアドラムですね。まあ別名小太鼓とか呼ぶ方もいらっしゃいます。でこの3つです。青、赤、緑、全部合わせてタムタムって名前がついてます。でただタムタム叩いてっていうとどのタムですかって分かんなくなっちゃいます。普通はこんなに色ついてないんで、みんな同じ色だとどのタムですかって。今だとね、青叩いてとか赤叩いてって分かりやすいんですけども、なんで名称があります。青はハイタム、ロータム、これは音程が高い、低いでハイタム、ロータムになってます。で緑は床に面してます。下が、フロアタム、まあって名前なんですけど、床のことを英語でフロアっていうので、フロアにこの足が面してるんでフロアタムって名前がついてます。次シンバルいきます。ハイハットシンバル、こちら2枚重なってます。まあ、高い位置にあるなんか帽子みたいなシンバルっていうところが来てるそうです。まあ、ハイハットシンバルですね。で名称わからない、まあ、あの名称っていうよりも、歴史はちょっとわからないんですけど、この2つはクラッシュシンバルって名前がついてます。まあ、他の子でね、あのファインディングにもっていうあのディズニーの映画ですね、その亀の名前で覚えてる人もいますね。あ、クラッシュ、亀の名前クラッシュだみたいなね。はい、で最後ライドシンバルです。右側にあるので、ライトって覚えちゃう人もたまにいるんですけど、ライドシンバルです。はい、ちょっとこの辺は名前の由来わからないんですけども、まあ、ライドシンバルで覚えてください。はい、じゃあまとめます。まあ、ここからいきますね。バスドラム、ハイハットシン、あ、ごめんなさい、バスドラム、スネアドラム、ハイタム、ロータム、フロータム、ハイハットシンバル、クラッシュシンバル、クラッシュシンバル、ライドシンバルになります。以上となります。じゃあまた赤いボタン押してください。